ルイ・ロルティは、フランス系カナダ人のピアニスト。1997年からは、ベルリン在住。カナダのモントリオール生まれ。アルフレッド・コルトーの弟子であるイボン・ヌ・ユベールに支持し、ウィーンでは、ディーター・ベーバー、後アルトゥール・シュナーベルの弟子レオン・フライシャーに支持した。13歳で、モントリオール公共楽団と共演してデビューし、3年後には、トロント公共楽団と共演し、 中国と日本でも演奏した。1984年度の武蔵二国際ピアノコンクールで第1位を獲得し、同年、ディーズ国際ピアノコンクールでも第4位を獲得。1992年にはカナダ勲章オフィサーを、94年にはケベック国家勲章シュバリエを授与され、ラバル大学から名誉博士号を授与された。イタリアのイモラ国際ピアノアカデミーで教弁を、 とっている。2016年からは、エリザベート王妃音楽協会で、マスター・イン・レジデンスを務める。シャンドス・レーベルから30以上の録音を発表している。レパートリーはモーツァルトからがアーシュウィン、ストラビンスキーまで多岐にわたっているが、特にショパンに関しては、練習曲全曲や前奏曲に加え、2010年からの4度にわたる先週 CD を発表し、 ベートーベンでは1991年から2010年にかけてピアノソナタ全集を完結させた。また、1988年、89年にラベルのピアノ独奏曲全曲を録音しており、ショパン、ベートーベン、ラベル弾きとして評価されている。近年もリストの巡礼の都市全曲やオペラ編曲集、ホーレのピアノ曲集のような古典的な曲から、 ルトスワフスキのような現代曲まで録音している。竜王では、エレーヌ・メルシエとの共演が多く、モーツァルト、シューベルト、ラベル、プーランク、ラフマニノフ、サン・サーンスの CD をシャンドスから発表した。ありがとうございます。